ごめん。いや、めちゃくちゃ迷っちゃって。ごめん、怒らないで、ごめん。あの、2時には新宿駅着いてたんだけど、俺、東口に着いちゃって。ごめん。いや、待たせちゃって、本当に申し訳ない。俺、ここ、未来なタワー改札がわかんなくて。ごめん、怒んないで、ごめん。いや、マジで、2時には俺、東口にいたんだけど、あの、ここ、未来なタワー改札がわかんなくて。ごめん、寒かったよね。ごめん、待たせて。でも30分俺、遊んでたわけじゃなくて、ずっと探してて、駅員さんとかにも聞いたんだけど、ここ、未来なタワー改札が俺わかんなくて。ごめん、怒んないで、怒んないで、本当にごめん。いや、マジで、いや、ごめん、待たせて悪かったんだけど、俺ここ、未来なタワー改札がわかんなくて。ごめん、怒んないで、怒んないで、あの、怒んないで、あの、腹立つから、怒んないで、あの、腹立つから、あの、未来なタワー改札って何？怒んないで腹立つから、あの、改札名にカタカナが多い時点で、あ、ここ、待ち合わせには適してないマニアック系の改札だなとか思わない。そういう感覚ない。なんか東口とか西口とか東西南北ならわかりやすいけど、未来なタワー改札わかりにくいかなみたいな思わない。未来なタワー改札って何？怒んないでマジで。あの、だいぶ探したけど、俺結構新宿使うんだ。結構新宿来るけど、俺未来なタワー改札があるの知らなくて、未来なタワー改札って何？え、ここにいて気づかなかった30分。ここ分かりにくいかな、移動しよっかなとか。そもそもだって人通りも少ないしさ、あ、こんなとこいても分かんないだろうから移動しようとか思わなかった。未来なタワー改札って何？脚立あるような改札だぞ。まだできたばっかって感じしない？汲み取らない？そういうの。こう、脚立があるってだけでなんか最近できた分かりにくい、まだ半分工事中みたいなとこだな、みたいな。そういう感覚ない？未来なタワー改札って何？だいたい、未来なタワー改札って、何がある改札なの？なんでここなの？未来なタワー改札って何があるの？あ、そうか。未来なタワーがあるのか。未来なタワーって何？